こんにちは、ベルです。今回は JA59、スーパーカブ110に、いろんなところで好評な、元 DX 元デラックスっていうのかな、 NGK さんの、プラグを今回ちょっと交換してみました。なんかすごい効果あるって巷で噂だったんで、気になって交換したんですけど、あれですね、プラグのソケット、ロングソケットが必要で、16ミリのやつを買わないと作業ができませんでした。で、まあ交換して、実際にちょっとこう近くの上り坂があるところに走ってみたんですけど、なんかこう直接的な表現をすると、思った以上にそこまで速くはならなかったし、けどもなんかこうアクセルをこうちょっとクッて開けた時に、明らかにこうググってこう前に力進む力は感じるんですよ。それがなんかこうタイムとか測ったらはっきりわかるんでしょうけど、まあちょっとそんなことをするのはちょっとめんどくさいんで、体感的なことだけしかちょっと言えないんですが、まあなんかパワートルクは絶対上がってるような感じはしますね。でまあ交換サイクルが、1気筒のその 110cc なんで、まあ頻繁にその大型バイクとかよりも散々こう点火する仕事量は多いと思うんですよね。だからまあ今回そのスーパーカブ110買ってから1万キロ走った状態で、交換しました。でおすすめするかどうかなんですけど、まあ価格がもう1600円とかそんなんなんで、まあ純正買っても、500円ぐらいかな。なのでプラス1000円でなんかこう今そのスーパーカブに最も適してて高性能で高耐久でっていうんであれば、もうその元 DX のプラグを買うのが正解かなって思いますね。本当になんかこうなんだろうな、4速でこう低回転の時にこうアクセルをグンって開けると結構グググってすごい進む感じがするんですよね。プラシーボなんじゃないかって言われたら何とも言えない感じなんですけど、個人的には本当に速くなった気がします。上り坂も明らかになんかこう今までだったら4速で失速していってたところが、まあ、継続して登れる感じはあったんで、まあということで、元 DX のプラグを、スーパーカブ110に入れることについては、僕はおおむね悩んでる人がいたら、これについては賛成だと思いますね。まあ、メンテナンスという部分と、プラス、パワーアップも兼ねて、ぜひ元 DX の、プラグ試してみてください。はい、今回は、プラグのレビューは以上となります。じゃあねー、バイバーイ。